発達障害の子どもの子育て専門カウンセラーのエバーグリーン松本です私は大学院で特別支援教育を学びその後中学校と特別支援学校で教員を経験しました現在は発達障害グレーゾーンの子どもとその保護者の方をサポートする NPO 法人を運営していますよろしくお願いします、えっと、今回のテーマはですね発達障害グレーゾーンの子どもの 中学受験は捨てる作業の連続ですというお話をしたいと思いますはい、私はですね、あの個別指導の世田谷椿塾という学習塾を運営しているんですがそこでは主に発達障害グレーゾーンの子どもの中学受験を専門的にサポートしていますはい、発達障害グレーゾーンの子どものご家庭の方でね 中学受験を視野に入れている方っていうのも多いんではないかと思いますけども私は長期間サポートをしてまして発達障害グレーゾーンの子供のの子中学受験っていうのはですね切り捨てる作業というのはですね、えー、受験対策学習の場面でももちろん必要だし学校生活とか日常の中でもたくさん捨てる場面っていうのが出てきます。 はい、例えば学校生活なんかで言うとまあ、体が弱いタイプのお子さんだとね。うん、受験生受験直前の冬の時期っていうのはインフルエンザにかからないように、学校を1ヶ月まるまる休むとかね。そういった選択をしたご家庭もあります。はい、えー、学習の中でも捨てる作業の連続です。はい、えー、その子の特性を鑑みて捨てる作業っていうのが進んでいきます。はい。えー 直前にはです、ね、過去問を頼りに合格点を取るために、えー、本番ではどの問題を捨ててどの問題を確実に得点するかっていうことを徹底的に指導していきます。うん、で子ども本人は、うん、この自分が何をすれば合格できるのかっていうことが明確になることで安心を得て自信を持つことができます。うん 切り捨てる作業というとですねマイナスなイメージがもしかしたらあるかもしれませんが、えー、子どもたちはこの切り捨てる作業によって安心と自信を手に入れることができるんです、うん、また最後に合格を手にすることでさらに大きな自信を得て成長することができます合格するとご家庭も非常に明るくなります、うん、ね、えー、発達障害グレーゾーンの 子どもの進学、受験をサポートしていきながらですね、将来的には私は ASD の子どもを東大へ入れるっていう活動をしていきたいと思ってます。はい。えっ、ー、と私が今運営する塾はですね、NPO 法人学習支援室エバーグリーン。 洋町というのとあと神戸市道の世田谷椿塾というのがありますのでもし興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたらですねぜひ概要欄の一番下なんですけどね一番下にホームページへのリンクが2つありますのでぜひご覧になってみてください、はい、で発達障害グレーゾーンの子どもの中学受験に興味がある方とかねうんちょっと悩んでいる方とかぜひご相談くださいねでうちのエバーグリーンのね カウンセリングのサイトもぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はですね、発達障害の子どもの中学受験は捨てる作業の連続だっていうお話をしました。また次の動画でお会いしましょう。私はまた教室で明日もお待ちしてます。さようなら、ありがとうございました。